アンタッチャブルは1987年のアメリカ合衆国の犯罪アクション映画。監督はブライアン・デ・パルマ、出演はケビン・コスナー、ロバート・デ・ニーロ、ショーン・コネディなど。禁止法時代のアメリカ・シカゴを舞台に正義のためにギャングのボスであるアルカポネを逮捕しようとするアメリカ合衆国財務省捜査官たちのチーム、アンタッチャブルの戦いの日々を描いた実力映画。 捜査チームの主任捜査官だったエリオット・ネスの自伝を元にしている。なお自伝はテレビドラマ化され大ヒットしている。主人公を助ける老桂官役のショーン・コネリーが第60回アカデミー賞助演団優勝、第45回ゴールデングローブ賞助演団優勝を受賞した。また、日本でも第30回ブルーリボン賞外国作品賞を受賞した。 主役のエリオットネス役に抜擢されたケビン・コスナーは、この作品での講演により、ハリウッドスターの仲間入りを果たした。また、ジョージ・ストーン役のアンディ・ガルシアは、大会談でのアクションで注目を集め、そのキャリアスタートとなった。1920年代から30年代初期の禁酒法は、闇酒場を横行させ、アルカポネをボスとする、犯罪組織は、 酒の密造とカナダからの密輸により莫大な利益を上げていた。地元の警察や裁判所を買収しているギャングたちが市民への殺人もいとわない状況に政府はアメリカ第3の大都会であるシカゴへ財務省のエリオットネスを派遣する。大張り切りで自信満々のネスは不妊早々シカゴ市警の警官たちを引き連れて密造して摘発で手柄を立てようとするが ヤングに買収されていた警官が情報を漏らしていた、ため失敗。さらに、新聞記者に失敗した場面の写真を撮られて、世間の失笑を買い、気象鎮するが、帰り道であった初老の警官事務マローンに、警官の仕事は手柄を立てることではなく、無事に家に帰ることだと教えられる。翌日、屈辱に耐えながら出勤したメスに、 高層の巻き添えになって死んだ少女の母親が面会に訪れる。改めてその悲しみを訴えられ、諦めないでと励まされたネスは、新たな決意を胸に、マローンを呼び出す。ネスは、シカゴを牛耳るアルカポネを逮捕する決意をマローンへ、打ち明け、信頼できる仲間と藩を編成するために協力して、欲しいと頼む。カポネの実力を知るゆえにためらうマローンだが、 警官としての生き方を貫くことを決意する。警察学校の生徒だった新米のジョージ・ストーン、財務省から応援に来た、がか係のオスカー・ウォレスといった、個性派だが優秀な4人が揃ったところで、マローンが全員に銃を持たせて密造紙の摘発に向かう。実績を挙げた、ネスの下に、ギャングから賄賂が送られてくるが、彼は賄賂を拒否したため家族の身に危険が迫り、妻子と離れて、 暮らすことになる。家族と別れたネスは、ウォレスのアドバイスで、カポネを脱税の罪で起訴する方針を固める。ネス一行は、マローンの情報をもとに、カナダ警察と協力して、カポネファミリーの密造死密輸の現場を抑えることとなった。銃撃戦の末に、ギャングたちを殺すことになったが、ファミリーの帳簿係と帳簿という証拠が手に入った。しかし、 カポネは報復としてウォレスと長母係を殺害し、さらに部下のフランクに命じて、マローンも殺害する。承認を失った検察は、及び腰となり、基礎を取り下げようとするが、ネストストームは、マローンの死に際のメッセージを頼りに、逃亡を図るファミリーの会計係を確保するため、シカゴユニオン駅に向かう。列車の発車時刻寸前に現れた。 カポネファミリーとの銃撃戦を経て会計係を確保したネストストーンは予定通りにカポネを起訴するように働きかけカポネの予備審問が開始される予備審問で会計係がカポネの脱税を認めるがカポネが余裕の表情を見せたためネスは疑問に感じるネスはフランクがカポネにメモを渡したことを不審に思い彼が銃を携帯していることを理由に 法廷から追い出し身体検査をさせる。フランクの所持品の中から、マローンの自宅の住所が書かれた紙マッチが見つかり、彼がマローンを殺したことを確信するが、フランクは定理に発砲して逃走する。ネスはフランクを裁判所の屋上に追い詰め殺さずに、拘束するが、フランクがマローンの死を侮辱したことを逃げし、彼を屋上から突き落とす。屋上から戻ったネスは、ストーンから、 フランクがカポネに渡したメモは買収された、売信員のリストだと聞かされ、ネスは売信員を入れ替えるように判事に要求する。判事はメモの信憑性を疑問視して拒否するが、ネスはカポネの帳簿に判事の名前があると脅迫し、売信員の入れ替えを認めさせる。追い詰められたカポネの弁護士は有罪を認め、激怒したカポネは弁護士に殴りかかる。カポネに、 有罪判決が下った記事を読み終えたネスは、ストーンと別れの言葉を交わして、シカゴ死刑を後にする。2017年9月21日発売の30周年記念ブルーレイ TV 吹き替え初収録特別版には、ソフト版に加え、フジテレビ版とテレビ東京版の日本語吹き替えを収録。本作で使用された大階段6点タメイトスによれば、批評家の一致した見解は、 表面は滑らかだが、技巧的なタッチが満載のブライアン・デ・パルマの古典的なギャングスリラーは、古い時代のシカゴの犯罪を鋭く外観し、一流のキャストが素晴らしい演技を見せている。であり、62件の評論のうち高評価は82%に、当たる51件で、平均点は10点満点中7.62点となっている。メタクレティックによれば、十六件の評論のうち、 高評価は13件。賛否混在は3件。低評価をありがとうございます。